皆さんおはようございます。ダーマ役は健太です。今日は志村けんの160の言葉をいきたいと思います。志村けんさんといえばやっぱりその前に変なおじさん、あとはバカ殿様、瞳ばあさん、あの弟子男、よけるビール、あと大丈夫だの共演、まあドリームのメンバーまだ若かったですね、限り以外は、はい、あとはまあドイターとしても活躍しておりましたね、はい、今加トちゃんと高木ブースさんですね、お茶の間8時台は全員集合、ドリフ大爆笑ありました。志村けんさんは実は、兄弟いたそうですね、わんぱくすぎて、あの実は中2までまずの成績で新設された久留米高校も勉強して合格し、実は、高校からもお笑いの世界に入ったそうです。はい、志村けんさん確かにね、いろいろマックボンボンという名のお笑いコンビで舞台だったというふうに入るか、その後は家族で暮らして、まあ、愛犬と暮らして生涯独身を貫いたそうですが、群れのペット好き、志村動物園、その群れのペット好きがきっかけでございます。志村けんさん、2001年に新型3月に新型コロナウイルスでお亡くなりになられたとの情報でした。もうすぐ5年ですね。以上です。バイバイ。